エトロフ島は、千島列島南部に位置する、同列島内で面積が、最大の島。複数の活火山が存在する、火山島である。ロシアによる、実効支配が続く、北方領土の一つである。地名の由来は、アイヌ語の、エトゥオローあるいは、エトゥオー。ロシア名は、イトゥルップ島。地形図国際宇宙ステーションから見た、ハボマイ群島、シコタン島、クナシリー島。 エトロフ島、ウルップ島面積は3186.64平方キロメートル。長さは約214キロメートルに及ぶ細長い島であり、日本では本土4島を除いて面積最大の島である。クナシリ島の北東にあるクナシリ水道を隔てて位置し、エトロフ島の北東にあるエトロフ海峡を隔ててウルップ島へと連なっている。 人口6739人。中心集落は、シャナ2006年の人口は2005人。面積では、日本の領土の島の内本州、北海道、九州、四国に次ぐ。国後島の2.1倍強、沖縄本島のおよそ2.7倍である。したがって、北方領土の中でも、最大の島であり、その面積は、 全体の63.4%を占める。北海道根室振興局管内に所属する日本最北端の島であり、エトロフ島最北端の鴨岩っかみさきは、北45度33分28秒統計148度45分14秒、北45.55778度統計148.75389度。 45.5577-848.75389の位置にあり、日本政府が領有権を主張する領域内で最北端の地である。第二次世界大戦末期に密ソ中立条約を一方的に破棄したソ連軍により武力占領され、現在はロシア連邦の実効支配下にある。ロシア側行政区においては、 ナシリ島や四股ン島とは別の行政単位である、サハリン州クリルカン区に位置づけされている。日本政府の見解では、上記は国際法違反であるとし、不法占許可にあるとしている。北東から南西方向に伸びる細長い島であり、幅は約20から3 0トルであるのに対し、長さは約2 1 4キロメートルとなっている。北東端は、 ラッキ別岬、南西端は、ベルタルベ岬である。島の北側には、ンプ半島が突き出している。また、中部には、タンカン湾、南部には内保湾がある。平地は少なく、火山が多い。河口湖の徳茂別湖も島の南部に位置している。北ンプ山と、ンプ山を、西から見る故障、しべどり沼、灯籠沼、西沼、シャナ沼、ラウス沼、 都市もエコ、都市もイコ、ロ。四4.25平方キロメートル、肝沼、ヤンケ沼、レブン沼、肝間沼、内保沼、徳茂別湖。ハボマイ群島、シコタン島、クナシリ島、エトロフ島の一図。1、シコタン村、2、泊まり村、3、留めよる、別村、四、竜別村、五、シャナ村、六、シべドリ村昭和十八年のエトロフ島アイが、 戦術しており、17世紀後半には、メナシクルの勢力が伸びた。日本のエトロフ島の仏教寺院エトロフ島のシャナ村。昭和初期のシャナ、1945年以前、エトロフ島しべどり村鴨岩いっか、三崎記念碑写真提供、公益社団法人千島歯舞諸島居住者、連名写真撮影、元島民。 中田直司さんエトロフとしべどり村鴨岩いわの三陰げの記念碑設置後の記念写真写真提供公益社団法人千島はぼま諸島居住者連盟写真撮影元島民中田直司さん1945年8月28日太平洋戦争終戦間際すなわち幸福文書調印直前にソ連軍が 同等に上陸し占領した。ポツダム宣言第7条により、日本国の諸地点は連合国に占領されたが、一般命令第1号により、同等を含む千島列島は、ソ連占領地となった。1946年1月29日、GHQ からスキャッピン -677 が命令された。 これは日本は道東を含む千島列島の死政権を停止させるものだった。直後の2月2日、ソ連はこれらの地域を自国領に編入した。それ以降、ソ連とその後継国家であるロシア連邦による実効支配が続いている。ソ連軍上陸後はソ連軍兵士による強盗、殺人、強姦や略奪行為などが横行した。また、 1945年9月以降しばらくの間は日本人の本土引上げは禁止されていたにもかかわらず北海道本島に渡航する人が続出した。しかしある時期からソ連軍兵士の略奪行為などに対して死刑執行も含めた厳罰が下されるようになった。日本人とロシア人との混住状態が1年以上続いたが同等からの日本人の本土引上げは 1946年12月から本格的に始まり、1948年までに、おおむね終了した。かつての中心地であるシャナは、引き続き同等の中心地である。他の主要集落として、軍民兼用の飛行場がある天明などがある。これより島の南部や、別日より北東部は、自然保護区域として、地元のロシア人でさえも立ち入りが制限されている。 流別やしべとりは、ロシア人集落となったが、現在は両村とも、廃村状態である。Google Earth の解析によれば、シャ名からしべとりまでの道路は、戦前に、日本が作ったものが残っており、走行する自動車も認められる。また、しべとりには、漁業施設と思われる建物が数件認められる。日本政府は1951年のサンフランシスコ、 平和条約に絡む国会審議の過程で主権を放棄する千島列島にエトロフ島が含まれるとしていた。その後、冷戦や朝鮮戦争の勃発などソビエトとの公的な外交チャンネルが断絶した状態が続き、ようやく1956年の日ソ平和条約交渉においてエトロフ島を含む北方領土の返還を要求したが、 ソビエトの受け入れるところではなく、1956年の日ソ共同宣言による国交回復以降も日本政府の返還要求をソ連が拒否し続けた。1991年に後に成立したロシア連邦が実効支配を継承した。1994年秋に発生した北海道、東方沖地震後、人口は減少傾向にあった。 そのような状態の中、ユダヤ系ロシア人のアレクサンドル・ベルホフスキーが創業した水産加工のギドロストロイ社が周辺の豊富な水産資源と北米の冷凍食品市場とを結びつけて1990年代後半以降芝叩く間に目覚ましい成長を示し、同等の経済基盤は強固なものとなり現在に至る。なお、同社は現在別日に 米国製の機械を備えた日産400トンの加工が可能な大工場を持つほか蓄積した豊富な資本をもとにエトロフ銀行を設立し金融業にも乗り出しているしかし日本政府が領土問題に関連して取引の規制を行っているので日本企業はこのビジネスチャンスに公式には協力できていない地下資源もあり北部の模様地だけは その火山ガスにレアメタルであるレニウムを大量に含有している。このため、ロシア科学アカデミーの科学者たちは、レニウムの世界有数の産出源になりうる火山とみなしている。また、金鉱開発の可能性も指摘されている。2015年を目標年次とするロシア連邦政府のクリル初等社会経済発展計画の目玉として、公費12億ルーブルの公共投資により、 中心都市のクリリスク付近に全天候型滑走路2300メートルのイトルップ空港が建設された。2008年3月ギドロストロイ社によって着工2014年に完成、同年9月10日50人の乗客が搭乗したオーロラ航空機が初めて着陸した。サハリン島のユジノサハリンスクへの定期便が就航しており、これによって 発展計画の柱の一つである観光開発に大きな弾みがつくことが期待されている。2012年5月、ギドロストロイ社が主導して、クリリスクの近郊、北越にて、総額34億ルーブルを投じる港湾整備工事を着工したが、韓国の建設会社が、ロシア以外の企業として、初めて北方領土の開発に参加することとなった。 また、同年11月には、観光客誘致策の一環として、エトロフ島中心部にリゾートホテルを建設し、2015年に、開業予定であるとの報道もなされている。ウクライナ危機、クリミア危機により、ロシア政府は国防を強化している。2016年4月には、対艦ミサイルなどを配備し、軍事拠点の増設も発表された。アメリカ海軍への牽制を考慮し、 T-800 体艦がミサイル系バスチオンバルが数機配備された。戦前は中心集落であったシャナまで定期の船便があったが戦後は北海道本島からエトロフ島への定期公共交通は船便航空便ともに存在しない。北海道本島から島に直接渡る場合はビザなし交流に参加しチャーター船で根室港から出発。 社内に入港する。なお、このチャーター船の利用は、旧島民とその子孫、返還運動を行う団体から推薦された、ものなどに限定され、一般の日本人が自由に利用することはできない。小型船舶による渡航に関しては、他国と共通であり、エトロフ島を含む南千島には、航行区域に関する情報が日本、小型船舶検査機構から開示されている。 現在のエトロフ島にアクセスする定期公共交通は南カラフ島拠点に運行されている。ユジノサハリンスク空港からはオーロラのプロペラー機が週3便運行されている。同を自動車で片道2時間半かかる不便な場所にある。コルサコフ港からはサハリンクリル海運の貨客船イゴールファルハトディノフ号が週2便就航している。この船は 月曜日にコルサコフを出港し、火曜日にエトロフ島、水曜日にシコタン島及びクナシリ島に寄港した後、木曜日にコルサコフに寄港し、金曜日に再びコルサコフを出港し、土曜日にクナシリ島とシコタン島、日曜日にエトロフ島に寄港した後、月曜日にコルサコフに寄港するというスケジュールで3から12月に運航される。 2017年現在、州政府は輸送力を強化するために、2隻の追加配備を検討している。一般の日本人、外国人が、エトロフ島を訪問するには、ロシアの査証を取得した後、カ内、または新千歳、または成田などからサハリンに渡り、ユジノサハリニスクで、エトロフ島への入居許可証を取得し、空路、または回路でアクセスすることになる。 この方法は、北方領土において、ロシアの主権に服する行為であるとして内閣が1989年以来、自粛を要請しているが、この自粛要請に法的強制力はなく、ギドロストロイ社への技術支援のための入居のほか、多くの書籍やホームページなどで、この方法によって同等に入居をした、日本人旅行者の大験記が確認できる。言うまでもなく、EU。 米国、韓国はじめ、多くの外国人ビジネスマンや技術者は、ギドロストロイ社との取引、技術支援などのため、ごく普通に、ロシアの詐称を取得し、同じ方法で同等に入域している。エトロフ島の居住者は衛星を通じて送られてくる、ロシアのテレビ番組を見ているものと思われる。日本の BS 放送を除き、距離的に、日本の地上波テレビの受信は、 難しい地域とされる。ラジオ放送については、クリルスク中継局 1602kHz1kW 70.64MHz 放送時間は、日本時間で4時の23時とされているが、確認はできていない。放送系統は、ラジオミオクとのこと。携帯電話は、ロシアの携帯電話会社が参入し、方式は GSM である。日本の携帯電話は、 ローミング可能機であれば、接続可能と推定されるが、確認はされていない。エリアは、クリルスクとビューレイバストニックの周囲とされている。各集落にある、ディーゼル発電所により供給されていたが、オケアンスカや地区の地熱発電所が2006年から、稼働してから、地熱発電への転換が、徐々に図られている。イトルップ島に関するカテゴリー、ありがとうございます。